注目の第1マッチの第3ゲームは6対6という場面から、ですからもうあっという間に場合によっては、ね、決まってしまうというねファイナルゲームになります。この T リーグって本当にこの第1マッチのダブルスの勝敗大きいですからね。そうですね。さあこの第3マッチ最初のポイントはトップ名古屋です。上回転のサービスから行きましたね、はい、はい。サービスの種類を少し変えて相手はチキータできますので考えてますね、うん、さあこの梅村のサーブでの2ポイントということになりました。長さも少しハーフロング気味のハイデルカでないかのサービスを出して、うん、チキータ打ちづらいけれども、はい、今日も打ちづらいという、はい、タイムアウトですね。あ、ここでタイムアウトを取りました、はい、木下ビールのタイムアウトですね、はい、第1マッチ第3ゲーム梅村森田ペアがまず最初に2ポイントを取ったところで木下ビール神奈川の方がタイムアウトを取りました。リュウ援軍監督、次は木下ビールの方のサービスになりますので、はい、ここでサービスを何のサービスで出して、うん、はい、次長崎選手がどのサーブで行って今本選手が次3球目どう攻めるかという作戦を立てているところですね。これどうなんでしょう、ダブルスの場合はサーブ側が有利レシーブ側が有利というのはありますか。どちらかというとレシーブ側の方が有利だと思うんですけども、うん、この3ゲーム目の入りは梅村選手のサービスを少しアップサービスに変えて有利な展開から始まってますので、流れはトップ名古屋のペアの方が流れを掴んでいる状態ですね。本当卓球ってわからないですね、はい、第1ゲームを取って第2ゲームを取られたんですけど、またここで流れを呼び込んでいる現在のトップ名古屋。ここはポイント木下ベール長崎のサーブから、さあ流れを掴むことができるか、1ポイントを返します。1点を追います木下ビエル、入った、入りましたね。なんとか押し込んだような感じになりました。トップ名古屋の方のポイントになります。これは大きいですね、ネット超える超えないはね、この1本は大きいですね。うん、なんか会場がワンプレー終わるたんびにふーっとため息がね、まだ第一マッチなんですが、もう手に汗握る試合になっていますからね。さあ大事な大事な第一マッチのダブルス、現在は2ポイントリードトップ名古屋、ポイントをここで10ポイントに乗せました。これは大きいですね、石井さん。そうですね、レシーブがね木下ペアの方うまくいっていないですね。さあマッチポイント、ここはポイント木下ビール、梅村のボールはネットを越えません。さあここでトップ名古屋の方がタイムアウトですね、はいはい、ここでまたサーブレシーブの確認ですね。ここトップ名古屋の方はレシーブになりますので、うん、長崎選手が次攻撃してくる場合なので、うん、どこにどういうレシーブをするのが一番いいのか、十分に攻撃されてしまうとやはり苦しい展開になりますので、これあと1ポイントでトップ名古屋はこの第1マッチを取れますので、はい、レシーブで先手を取るために一番いいところにタイムアウトを残しておいたという感じかもしれないですね、はい、2本ありますからねレシーブがね。そうですね、はい、木下ビールはこれ2本取ってデュースに持ち込みたい、そして梅村森田ペアトップ名古屋はなんとかこの自分たちのサーブ権の間に、まあ、この第一マッチを取りたい、はい、あただ、まあ、若いペアと言いましたが、ね、4名の選手はもう国際舞台もたくさん経験してますから、非常に充実した、まあ、表情で、ね、この台に戻ってきました。緊張感というよりは充実した表情を見せています。さあ第1マッチ、ここは梅村選手が思い切ったプレーができればトップ名古屋の有利になります。これはわずかに外れます。この1本大きいですね、はい、台の端の端を狙っていった森田でしたがわずかにアウトです。
第1マッチを取ったのはトップ名古屋。第1ゲームは11対7、そして第2ゲームは6対11、そして第3ゲームは11対9、ディウスに持ち込まれることなくトップ名古屋が制しました。まずはダブルス中央大学コンビ上村森田ペアと急増コンビという話もありました浜本長崎ペアです。試合の勝敗を分けたポイントはどういうところになりますか？そうですね、この勝敗を分けたのはお互い持ち味出していましたけども、3ゲーム目の入りですね、梅村選手のアップサービスからの展開で最初2本リードしたところから入ったという、サーブとレシーブ、サーブでの得点が多かった、これですね、はい、というのが勝利につながったと思いますね。なんといっても第1マッチダブルスは3ゲームマッチ、そしてファイナルゲームは6対6からのスタートですからね。そうですね、このやはり最初の入りというのはとても大事ですよね。10代とそして20代前半のペアというコンビになりましたが、先に第1マッチを取ったのはトップ名古屋。